ダビング10とは、日本のデジタルテレビ放送の著作権保護のためのコピーガードの一種。ダビ10とも、2008年6月2日から、日本の地上デジタルテレビ放送及び、衛星デジタルテレビ放送での運用が開始された。総務省の情報通信審議会で提案された、デジタル放送の指摘利用に関する運用ルールに、対して、電子情報技術産業協会が定めた。 統一故障である。なお、デジアナ変換される一部の CATV アナログ破砕放送には適用されない。デジタルテレビ放送をデジタル方式で録画しコピーした場合は、アナログ方式に比べて画質の劣化がない。そのため、デジタルコピーを再現なく許せば、映画などの DVDBD 販売などに影響することが予想されたため、日本では、 デジタルテレビ放送の開始時はコピーワンス規定を採用してきた。コピーワンスは放送局が放送しデジタル録画したものをコピーする場合にムーブを1回のみしかできないルールとなっている。これではムーブに失敗した場合に録画内容が失われてしまうことがある。このコピーワンス会話の暫定措置としてダビング中の運用ルールが開始された。 電子情報技術産業協会の発表によると、録画の新ルールの正式の故障は、コピー9回ムーブ1回で、ダビング10の読み方は、ダビング10である。導入時期に次の使用例が推奨されていた。初期には、コピーナインスなる言葉も提案された。2007年12月20日に正式に公表された後、デジタル放送推進協会から、 地上デジタルテレビ放送では2008年6月2日4時からダビング10に対応した放送が運用される予定と告知されたが延期となり地上デジタルテレビジョン放送 BS デジタル放送とも改め2008年7月4日4時から運用開始したただし BS デジタル放送のうちワウワウとスターチャンネルはダビング10を行わない これは映画会社等との著作権の取り決めにより放送に制約があるため。同様に CS デジタル放送も有料チャンネルは同様の理由により原則ダビング10は行わないが報道系チャンネルなど一部有料チャンネルはダビング10を行う。デジタルチューナーを搭載する HDD レコーダーなどハードディスクを内蔵する録画機や対応パソコンでダビング10の 地上デジタルテレビジョン BS デジタル放送を内蔵チューナーにより録画した後、DVD、BD などに9回のコピーと1回のムーブを可能にする運用ルールである。つまり、これ以外の方法、例えば対応機器で DVD や BD や VHS に放送を直接録画し、あるいはデジタルチューナー搭載過程のアナログ映像出力を、 対応機器などで録画した場合などには、それ以降のコピーは禁止となる。コピーワンスもダビング10も、1世代のみ、コピー以下の制御を行う点では同じだが、世代の起点が異なる。コピーワンスは、放送が起点となるため、録画機に録画した時点で1世代目のコピーとなって、いたが、ダビング10では、録画機が起点となり、録画機に録画した時点では1世代目にはならず、 そこから、た媒体へ、コピーするのが1世代目という違いがある。この1世代目コピーの数を9回、ムーブを1回にして、2世代目コピーを禁止したのが、ダビング10である。2世代目以降のコピーが禁止となるのは、コピーワンスもダビング10も同様であり、コピーワンスの場合、録画機から他へのデジタルコピーは、不可でムーブのみとなっていたが、ダビング10の場合は、録画機から、 た媒体ににココピピーーしそそのの先においてそれ以降のデジタルアナログコピーが不可となるまた、コピー回数の制限は、デジタルコピー、すなわち、録画機内蔵の DVD や、メモリーカードへのコピーと、iLink などのデジタル接続での他の機器へのコピーに、対して行われ、10回目は、自動的にムーブされるか、あるいは、ムーブ以外は、不許可になる。また、 コピー回数が9回に達していない場合でムーブしても、世代管理の制御は緩和されないため、それ以降のコピーは禁止となる。対応機器で DVD や BD や VHS などに直接ダビング10の放送を録画した場合も、ダビング10の世代管理が適用されず、それ以降のコピーは禁止となる。なお、ダビング10では、 HDD レコーダーからアナログ映像出力を経由して行うアナログコピーについてはダビング10で制御される回数としてカウントされない。しかしアナログ映像出力についてはダビング10の世代管理が適用されずコピー先では一律にコピー禁止の扱いとなる。よってどの段階でアナログ映像出力接続を利用したとしても アナログ映像出力によりコピーされた媒体からさらに次の世代を作成することはできない。この結果、ダビング10対応番組でありながらアナログ映像出力を利用する必要が生じ、コピーワンス扱いとなるケースも出ている。なお、以上の運用ルールが適用されるのは、放送局がダビング10の制御信号入りの番組を放送していて、それを ダビング10に対応した、録画機で録画する場合だけである。録画機側が、ダビング10未対応の場合は、ダビング10の放送番組であっても、コピーワンスのコピー制御がかかることになる。旧式の DVD レコーダーなど、ダビング10に対応していない録画機では、機器外部への信号出力を含めて、これまで通りコピーワンスの運用となるため、 ハードディスク装置に録画した番組を2枚の DVD にコピーして1枚を視聴用、もう1枚をバックアップ用と使い分けることはできない。さらに、放送局がダビング10の制御信号入りの番組を放送していて、それをダビング10に対応した録画機で録画する場合であっても、外部チューナー経由で録画した場合はこれまで通り、コピーワンスの運用となる。また、 ダビング10においても、前述のようにコピーワンス運用と同じく孫コピーは禁止であるため、コピー先メディアが、旧世代化や企画争いでの敗退等により事業縮小、撤退に追い込まれた場合、再生用機材の修理ができなくなった時点で再生が困難となることが予想される。出展、テレビ録画界の憲法改正ダビング10で録画ライフはこう変わる。 本企画の規定以前に販売されたハードディスク内蔵録画機はコピーワンスには対応していてもダビング10に対応していないがメーカーや機種によってはソフトウェアのアップデートで対応している以下の製品で対応すると公表されているダビング10実施以前に購入した機器は対応機器であればメーカーごとに順次ソフトウェアのアップデートが行われるアップデートは 地上デジタル BS デジタルの放送波を利用したダウンロードとインターネット経由によるダウンロードがある。前者の場合は機器の電源コンセントを挿したまま機器の電源をスタンバイ状態にしておくことで放送波から送られるアップデート用のデータを受信してアップデートが行われるものでほとんどの機器で対応しているがデータを送信する日付、時間帯に電源を スタンバイ状態にしておく必要がある。校舎はインターネット経由でアップデートを行うもので、任意の時間にアップデートを行うことができるが、インターネットに接続できる機種に限られる。ソフトウェアのアップデートが完了すると、機器の放送メールにダウンロードに成功しました。2008年6月30日17時40分40秒18時9分。 などと年月日と時間帯が表示される。このようなソフトウェアのアップデートでの放送メールは放送局から送られるメールそのものではなくアップデートの最終動作としてアップデートソフトウェア自身が作成するものである。この放送メールが作成されて初めてアップデートの成功と言える。また機器によって多少の違いはあるが録画した 放送の一覧表示で、ダビング可能回数10から2などと表示されるが、これは、ダビング10以前にはなかった表示であり、このことからも確認はできる。なお、地デジで言う、放送メールは故障の通り、相互にやり取りをする、電子メールなどとは異なり、電波を媒体として、放送局から一方的に送られてくる、お知らせや、連絡事項と捉えた方がわかりやすい。 ダビング10のメドが立たなくなったきっかけは、著作権者への指摘録音録画保証金制度をめぐる議論からである。保証金制度は著作権法に基づき、デジタルの録音、録画機器の価格に著作権量の上乗せをするものである。2008年5月8日、文化庁の文化審議会で、ダビング10の実行に伴い制度の対象を、 ハードディスク内蔵型 DVD 録画機に拡大する案を示す。これは著作権団体側の回数が増える以上適切な対価を支払うべきだとの主張を受けたものである。著作権団体側にとっては保証金の対象の拡大は保証金総額の減少に歯止めをかけるという利点もある。これに対しメーカー側は 保証金制度の再現ない拡大につながる。制限が残る以上、保証金を支払う必要はないと反発している。これはデジタル放送にこのような制限を設けているのは日本だけで、このような制限を設けているのは著作権者団体へのメーカー側の特別扱いである。海外よりもはるかに特別扱いされているにもかかわらず著作権者、 団体側がさらに過大な要求を突きつけてきたことに、大使メーカー側の関係者の間では、日本の著作権者団体を特別扱いしてあげたら、かえって図に乗ってきたと反発する意見も出てきており、いっそのこと外国と同じく一切の複製防止機能搭載をやめ、保証金額は裁判で争うべきだという意見によるものであるとも考えられる。また保証金は価格に転嫁しにくく、 自社で負担せざるを得ない。なお、ソニーは文化庁案に反発するメーカー側で唯一柔軟な姿勢を示している。これはソニーグループ内に映画、音楽事業があり、著作権者としての立場もあるからである。さらに放送局は、総務省、著作権問題は、文部科学省、メーカーは、 経済産業省が担当しておりこの参照内での調整が十分になされなかったことも原因の一つとなっている。平成19年8月1日デジタルコンテンツの流通の促進等に関する検討委員会資料に21世紀におけるインターネット政策のあり方平成13年諮問第3号第4次中間答申地上デジタル放送の利活用のあり方と普及に向けて 行政の果たすべき役割平成16年諮問第8号第4次中間答申デジタルコンテンツの流通の促進に向けて49ページよりダビング中対応のための制御フラグの動作説明有料放送のようなコピーされたくない放送コンテンツでは従来のコピーワンス指定を行い無料放送のようなコピーに対してそれほど警戒する必要がない放送コンテンツでは ダビング10とする。共に、コピー制御信号では、コピーワンス指定がなされているため、ダビング10に未対応の録画機器では、コピーワンスとして動作する。また、ダビング10に未対応の放送設備からのデジタルテレビ、電波は、ダビング10に対応済みの録画機器では、ダビング10の扱いとなる。2008年2月7日に、ドパから公開された、 放送運用規定の改定案では主に以下の2点が主要な要目であり、現在運用されている規定となっている。上記の規定によって、ワウワウのような有料放送を扱うために、ダビング10での録画を不許可としたい放送局だけが、ダビング10のための放送機材への設備回収を行い、他の多くの無料放送での放送局は、設備回収を行わなくて済むこととなった。 ダビング10対応に回収しない放送局からのテレビ電波をダビング10対応の録画機器で受信すれば9回までダビングが可能になる。また、テレビ録画を行う受信機側でもコピー制御信号の新たな1ビットの読み取りを実装するだけで対応が可能になっている。BD レコーダー売上横ばいは大検討、ブラゴーズハット、司法一両存を目指した議論はなぜ ねじれたのか ?JEITA は、コピーワンス緩和合意を破棄するのか権利者団体が、公開質問以上、ダビング10の運用開始及び普及啓発について、電子情報技術産業協会、2011年7月6日時点のオリジナルより、アーカイブ、2014年9月17日閲覧、情報通信審議会9回まで可能な、コピーナインス方式を、 提案2007年8月27日日経 BEP、i t トプロ、日本経済新聞社6月2日の、ダビング10延期が確定、ダビング10、7月導入イコール保証金問題、切り離しで合意情報専門に ABD 端子、コンポジット端子、S 端子など。なお、コピーワンスでは、録画機から他への D 端子、コンポジット端子、 S, S 端子などのアナログ映像出力を経由して行うアナログコピーは可能だが CGMSA 信号が出力されるためアナログコピー先から再コピーは不可となる ABCD 端子、コンポジット端子、S 端子などのアナログ映像入出力を経由して行うアナログコピーについてはダビング10の試行後も使用には変更がなく従来通りコピーワンス制御がかかる なお、アナログ映像入出力のコピー制御については、各段階で、アナログ録画機器が、CGMSA 制御対応であることが要件で、ある。ただし、画像安定装置などを使用する場合はこの限りでは、ない。ブルーレイディスクレコーダー、DVD レコーダーの、ダビング10への対応についてのお知らせ新ルール、ダビング10に関する。 お知らせ松下 HDD 内蔵 STV をダビング渋対応など大幅に機能アップ HDD 内蔵 CATV デジタルセットトップボックスのダビング渋対応バージョンアップについてシャープ社製、ブルーレイディスクレコーダーハイビジョンレコーダーのダビング渋対応について放送メールとはパナソニックの場合東芝製レグザでは本機に関するお知らせと名称が異なる 山田剛良領著、日系エレクトロニクス P38、ダビング10日系 BP 社2008年6月2日号。ありがとうございます。